モローによる同伴画、女学者は、モリエールの擬曲、1672年発表、同年3月11日初演。古典演劇で当時鉄則とされていた3-1の法則を遵守した作品で、構成や文体などにおいても、最新の注意が払われており、モリエールの擬曲の中でも、人間以来と並んで最も美しい芝居であると、名高い。舞台はパリ。 クリザールの家からアルマンドとアンディエット、姉妹の会話から幕開け。アンディエットはクリタンドルと近いうちに結婚するつもりでいるが、アルマンドは結婚を否定し、女性は学問に身を捧げるべきだと訴える。クリタンドルはかつてアルマンドに言い寄って失敗した経験を持っているため、姉妹は彼に本心を確かめるが、 あっさりとアンリエットを選んだ。アンリエットはクリタンドルに結婚の話を進めるためにはフィラマントやトリソッタント、特に母親のフィラマントは家の一切を実質的に仕切っているのでうまくやる必要があると伝える。クリタンドルは彼らのように知識をひけらかす人々が大嫌いなのだがしぶしぶ承諾するのであった。そこへベリーズが登場。 クリタンドルは力を貸してもらおうと話をしようとするがベリーズはクリタンドルが自分に恋焦がれているのだと勘違いして全く話を聞こうとしないベリーズの態度に呆れ果て助けを他人に求めに行くクリタンドルであったクリタンドルはアリストに力添えを頼むことにした早速アリストはクリザールに話を通しに行きベリーズの勘違いのおかげで邪魔にあいながらも承諾をもらった 念のために、アリストは、フィラマントにも承諾を求めに行くが、私に任せておけとクリザールは譲らない。クリザールが、フィラマントに話をしていく途中で、マルチーヌが何やら喚めえていた。フィラマントに、美しくないフランス語を使ったせいで家から出ていくよう、言われたのだという。クリザールはマルチーヌをかばおうとして、結局失敗するが、フィラマントとベリーズに散々言われるので、 我慢ならなくなって、ベリーズに向かって文句を言うのであった。本文を思い出して、フィラマントにアンリエットの結婚の話をするクリザール。ところが、フィラマントはアンリエットを取り沿ったんと結婚させるつもりであった。何も言えなくなって帰ってきたクリザールを見て、アリストは、その優柔不断さに呆れ、もっとしっかり、課長らしくするよう散々説教をする。 すっかりその気になるクリザール。トリソッタンを囲んで彼の死を味わおうとしているフィラマントたち。そこへ登場するがすぐに退場しようとするアンリエット。アンリエットに気づいたフィラマントは加わるように命ずる。いざトリソッタンが死を読み出すと感動のあまり騒ぎ立てるフィラマントたち。そこへトリソッタンの紹介でバディウスがやってきた。はじめのうちは 仲良くやっていたが、バディウスが、うっかり先ほどトリソッタンが披露した死をけなしてしまい、施策の能力をめぐって、途端に喧嘩となってしまう。喧嘩となってしまった比例を浴びるトリソッタンに、結婚の話を切り出すフィラマントであったが、アンリエットに嫌がられ、しばらく放っておくことにした。アンリエットが結婚について、アルマンドと話しているところへ、クリザールがクリタンドルを連れてきて、 彼を夫とするように言う。アルマンドに自分の考えを伝えに行かせるクリザール。ところがアルマンドはフィラマントにクリザールの考えを正しく伝えなかった。それどころかクリタンドルを足ざまに言うので我慢できなくなったクリタンドルとの言い合いになってしまう。アルマンドはクリタンドルの恋心が永遠でなかったその不義に,に起こり、クリタンドルはアルマンドの傲慢な態度に我慢ならないのである。 そこへトリソッタンがやってきて、今度はトリソッタンと口論になるクリタンドル。クリタンドルは、額のある馬鹿者は、無知な馬鹿者よりずっと手に負えないという主張で、トリソッタンを攻撃するが、話が噛み合わない。そこへバリウスの手紙が舞い込む。トリソッタンは、財産が目当てなだけであるし、試作の才能もないと暴露する内容だった。フィラーマンとは無気になって、 ますます結婚を推し進めようとし、今晩中に結婚させると言い出した。困ったクリタンドルは、クリザールに助けを求める。今晩中に結婚するというなら、それより先に結婚してしまえば良いのだと妙案を思いつき、実行に移すクリザールであった。アンリエットは、愛に応えることはできないとトリソッタンに伝えるが、トリソッタンは耳を貸そうとしない。クリザールは、 課長たるところを見せるため、その決意の証拠として、マルチーヌを連れ戻してきた。そこへ、フィラマントが交渉人を連れてやってきた。結婚の契約書の作成にかかるが、花婿を誰とするかで当然意見が割れ、揉めてしまう。そこへ、アリストが、フィラマントとクリザールへの手紙を持ってやってきた。フィラマントへの手紙は、継続中であった裁判に敗訴し、 多額の訴訟費用と賠償金額を払わねばならなくなった旨、クリザールへは財産を預けていた男が破産した旨、通知する内容であった。途端に表返し、結婚を断る取り沿ったん。このような身持ちになってしまっては、迷惑がかかるから、とアンディエットは、結婚を諦めようとするが、手紙はアリストによる計略で、すべて真っ赤な嘘なのであった。すべて丸く収まり、 大断円を迎える。幕切れ。高貴な宮廷人や知識人でも平民でも楽しめるような作品を書くことがモリエールの念願であった。1666年に2年もの歳月をかけてネリに練って仕上げた人間嫌いにて彼はそれを試したが、前者には好評を取ったものの、後者には不評を買い、工業的には失敗した。この一件以来、 モリエールは作風を変え、高級な性格喜劇よりも、宮廷の娯楽用の舞踊劇や市民向けの衝撃などを、あるに書き始めた。本作の前年に公開された、スカパンの悪だくみもその流れに乗って制作された、戯曲のうちの一つである。本作は、現在では、非常に上演回数が多いものの、モリエールが生きている間は、失敗に近い成績しか上げられなかった。 人間嫌いを高く評価していたニコラボアローデプレは、大衆を喜ばせるために低俗な演劇を書く、モリエールを苦々しく思い、その著作にて苦言を提した。本作は、このような経緯を経て、1672年に制作された。本作は1659年公開の、最女気取りと密接な関係を持っている。最女気取りは、サロンなどに集まる一流の菜園たち、 プレッシューズの真似をして得意になっている田舎娘たちを揶揄する内容であるが、その初演から13年の間に、サロンに橋を発する文化の波は地方まで、すさまじい勢いで広がっていた。科学アカデミーの設立によって、あちこちのサロンで、文学や哲学だけでなく、物理学や天文学などの最新の科学が論じられるようになり、女性たちの中にもこういった学問に関心を示す。 ものが多くなった。このようにして、プレッシューズは本作に登場するような女学者に進化したのである。ありがとうございます。